ディニクティス、またはディニクティスは、食肉モクネコアモクの絶滅科であるニムラブス科に属する絶滅哺乳類。ニムラブス赤に分類され、死神予行期から中心予前期までのおよそ1680万年にわたって北アメリカ大陸に生息していた。ディニクティスは、アメリカの古生物学者、ジョゼフ・ライディによって1854年に命名された。もし機種は、 ダイニクティスフェリナである。ジルでは、猫科に分類されており、フリンガリアーノや、ブライアントマーチンにおいて、ニムラブス赤に分類されている。スラリとした体に短い獅子で、体長1.1メートル、体高0.6メートル、不完全にしか引き込めない爪、強力な顎、長い尾を持っていた。近縁であるホップロフォネウスによく似ていた。頭蓋骨の形状は、 マカイロズス赤の小型版というよりは、真の猫類のものを思わせるものである。より新しい剣士トラ類に比べてその上額剣士は、比較的小さいが、それでも、明白に口から飛び出していた。剣士家ンより下にまで下顎が平たく広がっていた。ディニクティスは、現世の猫家動物とは異なり足裏行政であった。小型のヒョウのような姿で、 生活様式もおそらく似たものであっただろう。食事に関して、歯列の減少が初期段階にあったこと、顎関節が先端に特化していなかったことから、彼らの子孫ほど食性が限定されていなかったと思われる。それでもなお、その環境の中で彼らは強力な捕食者であっただろうと考えられている。北アメリカ大陸の平原部に生息しており、カナダのサスカチュワン州。 アメリカのコロラド州、モンタナ州、ネブラスカ州、サウスダコタ州、ノースダコタ州、ワイオミング州、オレゴン州などで化石が発見されている。ディニクティスは赤月新生に生息していた初期の、ミヤキス型祖先から進化したと考えられている。ベネシュ、ジョゼフ、プリヒストリック・アニマルズ・アンド・プランツ、ピコグラム、204、プラハ、アルトゥア、1979。ありがとうございます。